今回ご紹介する昭和美人は女優の星陽子さん1966年8月31日生まれ出身宮城県身長165センチ血液型 A 型もともと本名でデビューしていましたがその後2回ほど解明して現在の名前に至りますただし漢字が違うだけで読み方は星陽子のまま変わっていません プライベートな情報が全くと言っていいほどなく結婚されているかも不明でミステリアスな部分が多い女優さんですが1986年にテレビドラマ略個隊で女優デビューしていますその後は危ないでか7人の女弁護士お水の花道ほかサスペンスドラマに多数出演テレビドラマ以外にも映画や舞台 V シネマ、若い頃には大正製薬やトヨタの CM などにも出演していました。1995年には写真集、ブルーフォレストを発売。1999年9月にはヘアヌード写真集、ファンダンゴを発売しています。写真集を出した当時はバリバリテレビドラマなどに出演していた頃ですので、かなり貴重な写真集となってます。 写真集の中では、その綺麗なお胸もヘアーも見せた全裸やハンラヌードをはじめ、野外ヌードや屋内ヌードなど、かなり脱ぎ散らかしていますので必見ですよ。現在もまだ引退はしておらず、女優業の傍わら、ライブやヨガにも取り組んでいるようです。私生活は謎に包まれていますが、自分のペースで女優のお仕事をされていると思われます。最後までご視聴ありがとうございました。 このチャンネルでは昭和の美人たちを紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。